を果たそう。うわぁ、おいしょ、いた、どうした、すごいな、33ゲーム、うん、いいじゃんいいじゃん。おっ、おっ、きた、今日すごくね、ジラフ知ってた、キリンって、世界一、いや地球一首が長い動物らしいんですけど、人間と首の骨の数一緒なんだってよ。7個だったっけ。あ、いやいやいや、太陽さん登場。え、いや、あるよ。え、弱水以下だったよ、33ゲームで引いた。弱水以下から行くんだ。ちょっとやる気半端なくない？俺初めてだ、こんなチェリー引かずに。わあ、しかもプレッシャープレッシャー、グリーンのプレッシャー半端ねえ。まあ、赤よりはいいか、赤よりはいいか。俺は何を言ってるんだ。喜ぶべきとこなのにね。いいよ、じゃあ俺はこの緑をもう生かしてやるよ。もうエピソードいくしかねえよこれ。いいね、後半スタート早々幸先のいいグリーンスタートです。どうする、やっぱ変えようか、やっぱね。いやでも変えようばっかりやってたから、たまにはまたケンちゃんでやろうか。おお、いいじゃん、ハードスタート、いいよ。まあグリーンスタートだからね。よし、おお、突進、カモン、よっしゃあ、うんうんうん、あ、突進、カモン、よいしょ、完璧。まだ8ゲームですよ、消化。いや、じゃあ19か、うん、まだラスト31ゲームありますからね。いやー、完璧完璧。せい、真剣勝負、ケンシロウステージだったからケンシロウでいくか、カンカー、どうもやっぱ違うんだよね、真剣勝負はやっぱダメだ、俺変えようよ。はいよーで、ドン、あーまずい、おお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 お、忘れてた、忘れてた。
待って何を、やっぱ今日は俺海王だね。真剣勝負はね。おい、羅生スタートかよ、これ。やっぱグリーンスタート半端ねえな。なんすけど V リプで、すげえ海洋だな、やっぱもう今日はもう全部海洋だな。18ゲームのところで1個上乗せ、綺麗だね。いやー、いいの見れた。まあ、3個しかまだなかったからね。危ない危ない。真剣勝負、真剣勝負。ここで CB を引いた俺、1個でもストックしてんだよな。行かせていただきます。あ、ご機嫌な曲に変わったね。はい、あ、かっこいい。よし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 。また CB。 太陽さんで。よっしゃ、ラッショーだよ。反撃待ちこーい。うわ、かわいいもんね。またやってしまった。しかも白で6セット、白で7セットいってましたよね。緑で最低じゃん。しょうがない、もうこれはしょうがないんです。しょうがないんです。もうね、うだうだ言っても仕方ないんです。朝だ。さあ、次目指そうね。
イゼル来ました。よし、ヒーローですからね。まあカイゼルのに発展した時点で、まあ、ジャギみたいなもんですよね。いやー、天国でようございました。45ゲーム見ないよ、もう絶対見ないよ。見ないけど、見ないけど推し順出てるかどうかが分からない。推しあ、推し順ないね。あ、見えちゃった、青田もん、ここが白白緑緑青青って。ケンシロウでいくかね。このギリギリ感、このギリギリ感たまんないね。ジャブジャブ乗っかるのも気持ちいいけど、4つしかないのにこのギリギリ感もまたたまんないわ。よし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 、裏に落っこっちゃいましたけど関係ない。さあ、この真剣勝負で終わってしまうのか、まだ続くのか。真剣勝負、ビッタ、俺またこのパターンで7個乗るのかと思った。焦ったわ。4つですからね、残りあと3。よし、チャンスね、ダメなの。さあ、ついにバトル5セット目でラスト1個終わるのか、それとも奇跡は起きるのか。太陽ゴー、うわー、せーの、やった、今こそ魔王との約束を果たそう。
やった、よくやりましたよ。中断チェリー引いた。俺は何をやってる。引くタイミングが違うよ。なんで抜けて1ゲーム目で中断チェリーとか。俺はそういうのは持ってるんですよね。そういうのもうしょうがない。もう消化するしかないもんな。にいたのかもしれないね。それで、まあ、たまたま中断チェリー引いて、いやよくわかんない。ああもう面白いな。いやもう実践のお時間は過ぎておりまして、今もうロスタイムですね。どうした。やべえ、ターボだ。ターボのやつだ。やばい、弾が一歩も乗らず。そんな青な来たか。よし、あかん。あー危ない危ない。あー一個ならばこの準備中にあと3つぐらい乗せたい。おーラスト1ゲームでやっと。いいんです、1個でもいいんです。ケンちゃんで行く。いや今日は海洋の日だ。おいおいおい、マジかい。おい、あれやばい。さあこれが本当に最終最後の勝負になってしまうのか。ドン。まあ一度は終わりましたけど、奇跡的に1ゲームで中断チェリー引いてからの真剣勝負です。はい、だろうね。半々、よかったよ。はい。さあということで、ちょっとお時間20分ほどオーバーしてしまいましたけれども。いやー大満喫ですね。いやー今年1年振り返って、まあ最後にこれだけ手応えのある、勝負、実践ができたことに本当に感謝して締めくくりたいと思います。詳しくはこの後結果発表で。ありがとうございました。どんどん。
勝負あり。え、なんかおかしい。いやいやいや、今日12月23日ですよ。別に何もおかしくない。見たやろ、見たやろ、ベリーホットなんすよ俺が。まあもちろん店内もすっごいやっぱね盛り上がってましたね。いやー本当にね、最高の形でこの2016年 Going My Everyday 最高の形で締めくくることができました。北斗の拳修羅の国編朝一から最高です。なんと250枚投入、そして回収が、はい、ドン2797枚、どんどん完璧。今日何でも出るよ。ということは収支がなんと2547枚、2500枚オーバーですよ。いつぶりだよエブリー、いつぶりだよGME でこんななんか最初から最後まで笑っていられたのは。いやーこれもねやっぱもう日頃の行いと言いたいとこなんですけども、やっぱこうやって2016年もねもう本当に、全国各地いろんなホールさんをお邪魔して、Going My Everyday で、実践をさせていただいて、こんなに最高の形で締めくくれたのも、これまでやっぱりね、撮影にご協力いただきましたホールの皆さん、そして、遊びに来ていただいた皆さん、そして熱い声援とあれをたくさんいただけた皆さんのおかげで最高の形で、Going My Everyday締めくくることができました。さらにねやっぱりもう終わり良ければなんとやらと言いますけども、またこの翌年の2017年もねいいスタートが切れそうな気がします、この勢いで。ですので、ぜひねまた2017年も皆様この Going My Everyday、皆さんのお近くのホールさんにお邪魔することがあるかもしれませんので、ぜひみんなと一緒にねなんかスロットまたパチンコをね楽しませていただきたいと思っておりますので、新年も何卒よろしくお願い申し上げます。さすがに寒くなってきた。じゃあ皆さん本当にありがとうございました。また2017年いつかどこかであれやったら、ありがとうございました。寒いよ。